よし、皆さんこんばんは。こんばんは。浴衣来ました、イエーイ。どうですか二人羽織からの浴衣の高低差間違いない間違いねえです皆さんお仕事お疲れ様です。学校あった方もお疲れ様です。ちょっと今日は盛りだくさんの一日で、ギフトとか全然読めてなくて申し訳ないです。ゆいなさんの朝配信から二人羽織したり、楽しい楽しい3人で B チームの3人で配信して、夜はカラオケ配信します、イエイ皆さんありがとうございます、見に来てくださって。こんばんはそう、お母さんがね、姉妹の着付けをしてくれましたこの髪飾りもママが選んでくれてね、皆さん朝から見てくださってありがとうございます。ちょっと皆さん何の曲歌ってほしいですかハートさん、花束ありがとうございます。ゆうさん、かき氷ショートクリームありがとう。けんちゃん、レインボースターありがとう。ひかるちゃん、レインボースターありがとう。名古屋さん、どうぞ、おいっぱいありがとう。ちょっとますね、ちょっと今から歌うから、なかなかちょっと一定の時間が経ったらまたギフト読みますね。名古屋さん、どうぞ、ありがとう。坂口ちゃん、ハートありがとう。何歌おう。ねえ、いじってるでしょ、西売りベイビー。スイカ、スイカだよ、スイカ、スイカベイビー。何歌おうかな。皆さん、僕の打ち上げ花火、僕の打ち上げ花火歌えへん気がする。ごめんなさい、せっかく浴衣着てんのにね9期生の推しは若田で決まりやな。ええー、嬉しい、ありがとう。若田推しでずっといてねいいね、ありがとう。どうしよっかな。でもせっかくやから夏曲歌いたいよね。ちょいとお待ちよ。コジーさん、猫タワーくださったんですか。ありがとうございます。前の配信でありがとうございます。教えてくださってありがとう、ありがとうございます。皆さんも言ってくださいね、あのタワーとかで読まれてないとかあったらください。ごめんなさいね、見逃してたりしてたら教えてください。どうしよっかな。ユリイカとか、まさかシンガポールとか、まさし、ユリイカ歌います。じゃあユリイカ歌いますWe'll be right back.
っぱいいろんな曲歌いたいので、1番だけということでじゃあ次の曲へ行きたいと思います。お、ミラーボール、ミラーボールありがとうございます。どなただろう。お、こちゃんさんありがとう。カムサムニダー。どうしよう、妹さんは今日もおとぎしてるんですか。いや今日はしてないです。目の前にいるけどおたげはしてないです。どうしよう、何歌おうかな。次なんかリクエストありますか。待ってました、新学期ありだね。ショートカットの夏、おお、ショートカットの夏なかった気がすんな。だってだってだって、 NMB 縛りですか。うん、 NMB 縛りじゃなくても大丈夫、歌える曲なら48か46かかな。どうしよう、しだれ柳ガールズルール、おお、プラムの恋人、サイレントマジョリティ、イエスフォーリーラブ、イエスフォーリーラブって言うとあんのないよね。虹の作り方はエブリデカチューシャ、懐かしい。お、ガールズレール結構多いね。裸足でサマー、裸足でサマー可愛い。もう表情わからんね。エブリデカチューシャも多いね。お、じゃあガールズレール歌ってエブリデカチューシャ行こうかな。ちょっと候補が多かったやつを歌います。真夏のサウンズグッド、おーいいね、決勝二人シーズン歌えるよ。じゃあ皆さん聞いてください、ガールズルール、イエーイ。なんかこれも夏って感じしますね。皆さんお星様とご時間とよろしくお願いします。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、前回にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて、10秒で水着に着替えよう、なんでも見せ合える仲じゃないか、 1,2,3,3,2,1 女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく、ガールズ彼を好きになって、一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、ガールズパパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日を思い出すまで。皆さんありがとうございます。イエーイ、ガールズルール歌いました、ありがとうございます。じゃあエブリデカチューシャもリクエスト結構いただいたので歌いたいと思います。あるよね、エブリデカチューシャはあると信じてるよ。エブリカチューシャ、あれこれは AKB さんで調べたら出てくるのかな。ちょいと待ってくださいね。
ありました。よし、じゃあエブリデカチューシャ歌います。めっちゃ懐かしい、大好きでした。エブリデカチューシャめっちゃ聴いてたの小学生。懐かしい。昨日より眩しく照りつけ始めたら、真っ白な T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい。海沿いの国道をまだまだ空いてるバスに乗り、潮風を追いかけて、誰よりも早く夏を探すんだ。心の隣で同じ景色見ながら、何年間も僕たちは友達のままさ。カチューシャ外しながら、君が不意に振り返って、風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ。こんな思っているのに、カチューシャ外しながら、長い髪をほどくように、いつの間にか大人になって、僕の手には届かないくらいもっと好きになるよ。エビエビエビデイ、エビエビデイ、カチューシャカン、エビエビエビデイ、エビエビデイ、カチューシャカン。でした。ありがとうございます。ちょっと前の方のリクエストちょっと遡ってみたいと思います。皆さんありがとうございます。見に来てくださって応援よろしくお願いします。裸足で様、わー裸足で様いいね。パレオはエメラルド、お夏の催眠術、夏の催眠術、絶滅黒髪少女。おお、どうしよう。メロンジュース、オーマイガー、ひと夏の長さより、ひと夏の長さより、どうしよう。虹の作り方、シャーベットピンク、おお、チャンスの順番、高嶺のリンゴ、パレオ、おパレオも結構、高嶺のリンゴも何個か見たね。おパレオエメラルド多いね。パレオエメラルド結構多いので、パレオエメラルド調べよう。じゃあパレオエメラルド歌います。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。よかったら初見の皆さんもお客様と4時間ぐらい
宝を見つけたみたいに、この胸の片隅、初めてのときめき感じたんだ。太陽は教えてくれる、燃え上がる情熱の季節を、バネをはエメラルド腰に巻いた夏、海の色を映してる、バネをはエメラルド潮風の中で大人になった少女よ、バレオはエメラルド歌いました。お、人魚のバカンス僕だって泣いちゃうよ。おお、シンさんミラボールありがとう。皆さんいっぱいありがとうございます。裸足で様、おお、裸足で様、じゃあ私でサマー歌おうかな。裸足でサマーもめっちゃ可愛い曲よね、めっちゃ好き。あるかな、おお、ごめん、ごめんね。でね、乃木坂さんめちゃめちゃ曲あって見つからない、ちょっと待ってね。お、あった、ちょっとうまく歌えるかわかんないけど聞いてください。裸足で様、ウィンクして、皆さん、はい、お待ちで様、ついてください。うまく歌えなかったらごめんなさい。いつもの夏と違うんだ、誰も気づいていないけど、日差しの強さだとか花の色の鮮やかさとか、何度も季節はめぐって、どこかに忘れていたもの、誰かを好きになる切ない入り口を You know、 オレンジ色のノーボースリーワンピース、サイド僕で太陽が似合うのは君だ。ルイボスティーを飲みながら、なぜ一人を微笑むの、テーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた。裸足になってどうするつもり、そのままどこかへ歩いて行くの、何をしたいんだ。行動が予測できないよ、人の目気にせずに、気まぐれでそう君にいつも振り回されて、呆れたり疲れたり、それでも君に恋をしてる。
がとうございます。ちょっとだけ間違えちゃってすいませんありがとうございました。チーター今何分？10時43分。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとギフト読みますね。じゃあギフトタイ、ギフト読みタイムに入ります。しんさん音符ありがとう。徳島風さん音符ありがとう。わちょっとだんだん時間が経って消えちゃってるので、読まれてない方いたら教えてください。徳島風さんペンライトありがとう。しんさんもペンライトありがとう。マー君ペンライトありがとう。わたるさんペンライトありがとう。けんちゃんペンライトありがとう。さかぐっちゃん拍手ありがとう。ちいこちゃんペンライトありがとう。しんさんミラボールありがとう。レインボースターもありがとう。ちいこちゃんペンライトありがとう。ハートもありがとう。ウーバンさんアイスありがとう。みーちゃんハートありがとう。たむきょんさんミラボールありがとう。ハートさんペンライトありがとう。みーちゃんハートありがとう。けいちゃん音符ありがとう。わたるさんハートありがとう。ゴーダさんかき氷ありがとう。ちょっと待ってくださいね。しんさんレインボール、レインボール、レインボースターたくさんありがとう。消えちゃってて読めてない方いたらごめんなさい。ゴーダさんかき氷ありがとう。わたるさんハートありがとう。わかちゃんソフトクリームありがとう。お走れペンギン、走れペンギン。カウント完了ありがとう。皆さん SMS 認証はお忘れなくお願いします。ポイントがね、皆さんがせっかくくださったポイントがねなくなってしまうので、 SMS 認証はお忘れのないようにお願いします。たくさんありがとうございます。言い訳メイビーメロンジュース誰よりも高く飛び三日月の背中。おー三日月の背中、まさかシンガポールなぎいち。どうしようかな。ゆくさくの卵。おーミラーボール ×10 もポイント的にはタワーと一緒だよ。ありがとう教えてくれて、ありがとうございます。どうしよっかな次の曲。次はじゃあまた NMB に戻ろうかな。そうだね、シンガポールこんなところまで。じゃあまさかシンガポール歌います。夏曲あの青さが見たことがないくらい青い日差しのその強さのせいか、いやそもそもこの空気が違うのか。僕も初めて来たなんて美しい街並みだ。歩くとすぐ汗ばんでくる、この暑さこそが異国の情熱だと思う。君が送ってきたラインに
人になりたいのなんて急に勝手なことを言い出したのはなぜ、どういうことか知りたい。まさかシンガポール、こんなところまで君のことを追いかけてきたんだ。まさかシンガポール、諦められなかった。ハッピーエンドはどこにあるというんだ。大変です、時間です、やばい。ランキング読みます。13位、和歌の浴衣にスリスリしたいさん、ありがとうございます。スリスリ。12位富士さん、ありがとうございます。11位さやさん、ありがとうございます。さやちゃん、ありがとう。10位さかくっちゃん、ありがとう、ありがとうございます。9位ちいこちゃん、ありがとうございます。8位なるまさん、ありがとうございます。7位けいちゃん、ありがとうございます。6位けんちゃん、ありがとうございます。5位徳島かずさん、ありがとうございます。4位たむきょんさん、ありがとうございます。3位名古屋さん、ありがとうございます。2位こちゃんさん、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルンドゥン、しんさん、ありがとうございます。スリ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 。皆さん、次の枠もカラオケするので皆さん来てください。ごめんなさい、多いすぎて。今何分、ちょっと時短。11時50分。じゃあまた後で会いましょう。皆さん、次の枠は、11時30分です。ありがとうございました。ごめんなさい、多いすぎて。ではまた。